はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。11時を回りました。2月のですね、20日月曜日でございまして、日経平均は動きなしですね。で、ドル円 134.5 まあこっちも動きないっちゃないですね。その他もですね、そんなに目立った動きがない。ニューヨークの原油 76.72 って、下がりきらん。例のですね、日本国債10年利回り、0.500、お、今日はなんと 0.51 が来てますよ。ほっ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 ほという感じですね。新しい日銀総裁植田氏がですね、このイールドカーブコントロールってこのいびつな介入をですね、やるのかやめるのかというところで、多分やめるやろうという観測が流れてますけど、その植田というおっさん、まあじいさんと言っていいでしょうね、もう71ですから、まあどうも分断路線来るんちゃうかという、まあつまり急激には変えないというふうな観測が出てますんで、すぐにはやめないかもしれませんけど、これ喫緊ですからね、これね。すぐにやめるんちゃうかって話がありますけど、すぐにやめたらちょっと混乱をしますね。さて、話題はですね、国内政治でございまして、時事.com、これ昨日ですね、19日17時49分に出た記事でございまして、小沢政治塾が活動休止、新型コロナで応募者減と、立憲民主党の小沢一郎衆院議員は19日、東京都内で開いた自身の政治塾で講演し、同政治塾の活動を一時休止する考えを明らかにした。それは永久休止でしょう、事務局は活動休止の理由として、新型コロナウイルスの影響による応募人数の減少など、新型コロナウイルスか、それは。ちゃうやろ、ほんまに。現象などを挙げている小沢氏は、私自身としてはできるだけ早くまた再開したいと思っているとも語った。このおっさんも70いくつでしょ。この前の選挙で確か比例代表で上がってきたんちょうだかな。選挙区落ちたんちょうだん。もう、ちょっと覚えてませんけども、1年半ぐらい前の。政治塾は旧自由党の塾として2001年にスタートし、もう22年やってるんですか。現在は小沢氏の私塾として運営されている。卒塾生は500人以上で、国会議員も輩出した。小沢氏は講演で、立民の現状について、野党の中でも結論を出すのは最後だ、だから他の野党からもバカにされると指摘。意味はよくわかりませんけど、塾生らに自己主張する習慣を身につけるようアドバイスした。自己主張する習慣を身につけるってじゃあ自己主張できひんやつが塾生に集まったんかいと。もうなんかこのね、もうなんていうか、トンチンカンな男ですよ、小沢一郎って。私が見てる限りは、この人も典型的な日本の、なんていうんですかね、日本の政治家になりたいことが目的の政治家なんですよね。何か、持ちネタの政策、こういう日本にしたいんや、これをやらないかんとか、そういうのがない人なんですよ。一切ないんですよ。そのくせ何かですね、腕力だけはあったんですね、昔は。で、なんで、あれなんですよ、2回政権交代を経験してるわけですけども、まあ、そのね、政局で立ち回るのだけは上手なんですけど、その後じゃあ何すんのって、2回政権取ったんですけど、この人のグループが、この人を属してるというべきでしょうかね、2回政権取った割にはですね、何かをしたというですね、なんか記憶は全くないわけですよ。政権を取るということが目的、なんですね。こう、だから手段が目的化してるわけです。だから取って何をすんのということについてはですね、頭の中空っぽなんですよ。何なんでしょうね、こういう人っていうのは。まあ、岸田もね、そういう点では似たところがあって、総理大臣になるというのが目的なんですね。同じですよ。小池百合子も同じで、偉くなる、
大臣になる、総理大臣になる、知事を続けるというところが全ての目的なわけですね。それ以外に、じゃあそこで何をするというのはですね、空っぽなんですよ。だからこの手の政治家、日本に多すぎなんですけど、まあ言うてみりゃね、アメリカではバイデンさんがそうなんですよ。あの人は政治家を続ける、あの人も大統領になるっていうのが目的だったような気配がもう濃厚に漂ってますね。トランプさんなんかはあれはあれでですね、大統領になったら中国なんか締め出すんやって、悪いやつらはみんなあかんって取引せえへんとかって、アメリカの得意なことしかやらへんぞみたいなですね、割合あったんですよ割合あったんですけど、バイデンさんにはそれがない。だからね、なんかあのカラーが見えないわけですよ。この小沢なんか典型的にですね、政局で立ち回るだけの人間であって、でこの人は政治塾やって一体何を教えてきたんっていう感じで、最後に塾生らに自己主張する習慣を身につけるまあ最後まで笑わせてくれるやん、ほんまに。でこれなんかわけわからんこと言うでしょ、立民の現状について野党の中でも結論を出すのは最後だって、それどういう意味なんこれ。だからや、あ、他の野党からも馬鹿にする。ああそうか、何か問題があった時にどういうスタンスを取るかというのが一番遅れてるということですかね。それから立民という政党自身がね、基本私のイメージは旧社会党、昭和の社会党のあれなんです、残党というか、もうあれを引きずってるわけですね。まあ一番の継承者は社民党でしょうけど、まあ昔の昭和の社会党のままではもう全く今の時代に合ってないわけなんですけど、でもそれを引きずっている、そのスタンスを引きずっているのは立民であって、 でもですね、今のですね泉健太代表はですね、旧社会党っぽい感じはあんまりしないんですね。まあ何のためにある政党かよく分かりませんね、立民っていうのも何のためにあるんやろうって、何をしたいんやろうっていうのがですね、よう分からんやんというところですね。まあそんなこと言ったら自民党も本当に人の集まりであってですね、自民党自身が何を目指してるっていうのがですね、よう分からん政党ですよね。まあ安倍派は分かりますよ、安倍派は改憲を目指してるわけですよね。で岸田派は何目指してるのって、岸田総理を支えるかみたいなまあ実際そうですよね。で何をしたいのかいまいちよう分からんというですね、まあそのビジョンを持った政治家というのはですね、こう少なすぎますよね、世界的に見て。どんなこの日本を作りたいんやと、日本をどう変えていかなあかんやとかですね、そういうのがですねあまりにもないわけであって、その典型みたいなのが小沢一郎なんですよ。お前何したいねんって。でこの人ね、かなりアホですよ、はっきり言うて。ものすごいピントずれてるところがあるんですよ。政局でね、うまくそこを乗り切ってですね、自分の派閥で政権を取るという才能だけはあるんですけど、そのいや世の中どうなってんねんと、地球はどうなってんねんと言った時に、かなりこのおっさん時々喋ってますけどね、ピントずれずれですよ、ほんまになんかそれらしいことを言うんですけど、でこの人演説が下手なんですよ。演説が下手ということはね、その物事についてですね、その客観的に見て理解をして、それをですね、分かりやすく人に話すと、自分の考えを交えて話すということが苦手ということなんです。つまり頭の回転が悪いということなんです、はっきり言うて。でもほとんど動物的な勘だけでこう生きてきたという感じがしますね。でそのおっさんがですね、政治塾ってやってると、一体どんなやつが集まってきて、どんな人間が卒塾して政治家になってんやろうと、もうなんか怪しい限りですよでこのおっさんの素晴らしいところはですね、人を使い捨てにするわけですよ。多分サイコちゃうんかなと思うんですけど、どん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 人が離れていきますよね。だから人の心をですね、掴んでるようで掴めない、全く掴めないと言っていいぐらい、過去の実績を見るとみんなそうなってますよね。多分サイコちゃうんかなという気はしますけどね。まあ、断定はできませんけどね、私専門家じゃないんで。私から見るとそういうふうに見えてしまいますね、彼の今までの実績を見ると。全部離れていきましたからね、彼と組んだ人たち。だからどん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 ですね、周りにいる人間が新しくなっていくわけであって。とうとう地元でもですね、押してたんちゅうことはな、この前の選挙で。はい。ということでございまして、こんなですね、もうオワコンの政治家、もう10年、
10年前にはオワコンになってたんじゃないかなと、そういう政治家の政治塾というものがですね終わってですね、みんな自己主張の習慣身につけろって最後に言うたというお笑いの話でございました。一応このアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。